これからご飯の作り方を教えます。でまず今朝揚げたご飯、これ残ってるんで、これをまずティッシュ、はい、ティッシュ、それで、あとお水も取り替えなきゃいけないんで、これも撤収、はい、本当はこれビデオ持ってるから片手なんだけど、両手で運びます。よいしょ、よいしょな、はい、まこちゃん、明日ママ来るからな、ママ来るからご飯の揚げ方をね、今ビデオに撮ってる。はい、それでこれだいたい朝揚げたやつって残っちゃうんで、まあこれ大丈夫か、これは全部一旦捨てます。これもう水入れてるんだけども、あれちょっとで、こっちの水使います。ちょっとコーヒー飲むんで少し多めに、でいつもはコーヒー用に2と半2と3の間までね。でこれでまあコーヒー2カップ、まあ2すくいそれで、でここをスイッチオンして、ここをポチッと、でその後ここを押して、で5だとちょっと時間かかるんで、大体ね7ぐらいにして、で待ちます。で待ってる間にこのお水とこの茶碗を洗うんで一旦切ります。